こんにちは、にじこです。早速私のことで恐縮ですが、この度登録者様が6000人突破いたしました。ありがとうございます。もうね、ちょうどね11ヶ月目なんですね、今日が。昨日がで、昨日6000人になってたんですけど、今日って何日？今日19日で、今日だ、ごめんなさい間違えた。今日ね。で、てるこさんがね、いつも観察してくださってて、私ほんとこういうの無頓着でね、何ヶ月目ですよっていつも教えてくれてて、あ、ほんとだみたいな。もうね、でまた配信11ヶ月おめでとうございますっててるこさんが送ってくださって、ありがとうございます。本当に気づけば11ヶ月、そして気づけば6000人。もうね、本当になんかね、面白いですね。5000人の時は1月21日で、ちょうどじゃないけど、9ヶ月。ね、本当なんかありがたいです。皆様のおかげです。皆様が聞いてくださるおかげで、もう最初はね、ただ私が自分で喋りたいだけで始めたんですけども、やっぱりね、同じ思いの人がね、コメントをたくさんくださったりしてね、こうやり取りできたりね、そういうのが本当楽しくてね、なんかありがたいです。もう本当に本当に本当にありがたいです。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。はい。そしてそうでね、またいろいろひらめいちゃって、なんか皆さんがね、特にスタンド FM の方で二次子塾とか言ってくれるんですけどその二次子塾なメンバーシップをこの YouTube でもやろうかななんてふと思ったので、そんなことも考えてます。もしよかったら、はい、もっと密にね、つながる場ができたらなと思って、はい、はい、ということでありがとうございます。そしてですね、来ましたね、あれが来ましたよ。ブルーレイね、アリーナツアーの藤井風スタッフから来ましたね。昨年全国5都市11公演で行われたアリーナツアー、藤井風ヘルプエバーアリーナツアー、2021年11月28日国立代々木競技場第一体育館、最終公演の模様を完全収録したブルーレイ作品のリリースが決定いたしました。使用特典と詳細は後日発表いたしますということでね、で、これがまた6月14日火曜日、藤井風様のお誕生日ですよ。ちょっともうね、嬉しいね、本当にダブルで嬉しい、7000円安い、本当に。もうだって7000円でめちゃくちゃハッピーになっちゃうんですよ、本当にね。もう7000円で幸せが買えちゃう、そんなことあるそんな感じですよ、本当に。ね、そしてまた来ましたよ。もうFM802 のね、なんだっけ、ロックキッズに風さんが生出演されるんだよね、藤井風がオールってやつね、のお知らせが来たと思ったら、今度はまたまた3月25日金曜日、 FM802 フライデークルージングマップ、風さん出演ですよ。藤井風出演決定、インタビューをお届け、大室大吾さんのね。いやー、もうちょっと、もうねー、本当にもう13時台14時台にオンエア予定ということでね、これはまあ収録なのかな、でも嬉しいね本当にね、もうちょっといろいろありすぎて、はい、それからね、祭りのミュージックビデオのプレミア公開の URL も来ましたよね、ちゃんとリマインダーオンね、しましたけど、ね、皆さんもお忘れなく。そして今夜は
21時からスペシャルのスペースシャワー TV のヘルプエバーハートカバーのスペシャルのライブ、スペシャルのライブじゃない、スペシャルね、あの一曲一曲説、あの風さんが解説してくれるやつね、うん、そして日産スタジアムのフリーライブがまた放送ということで、もうね大変、もうあのちょっとやること整理ですよ。ブルーレイの予約しましたか？スペシャルの予約されてますか？それからムジカね、私は年間購読と4月号も買いました。あ、ポチってまだ届く、今日届くんかな、うん、それから祭りミュージックビデオのリマインダーオン、そしてアフターパーティー、祭りのアフターパーティーのを見るためにはプレミアムに入っていないといけないということで、はい、プレミアム入会されましたかね。もう本当、そして今日3月19日は21時からスペシャルで風さんのね、その今言ったあのヘックとフリーライブ再放送でしょ。で明日3月20日は21時から風さんの祭りがいよいよ配信ね。そして3月21日この日は宇宙元旦と言われている春分の日ですね。この日に21時からリスニングパーティーね、楽しみ、うん、そして、22日はセカンドアルバムラサのフラゲの日です、ね、この日にゲットされる方も多いでしょうね。そしてそして3月23日は風さんがラジオ出演 FM802 ね、21時から。そして24、25はちょっと小休止で、あ、小休止と思ったら違う、3月25日、24日だけ小休止かな。で3月25日に13時から FM802 フライデークルージングマップで風さんのインタビューね。そして3月26日はスペシャルの VIP 藤井風ミュージックビデオスペシャル本人解説ありが21時からね。どうですか。で27日もなんかまたフリーライブとかヘルプエバーハートカバーの再放送が確かあったと思うんだけど、そして4月もね、飛んでの4月も4月3日に19時からスペシャルアワード2022の再放送があって、19時からで23時からはラサの再放送、解説の再放送があるみたいですね。怒涛です皆様、本当にねえ、もう本当に楽しみいっぱいですね。もう新しい年を、春分をね、気に迎え、宇宙元旦とも言われ、またゴロンとね、時代はいい方に必ず向かうと私は信じてます、うん、風さんもそう思ってると思いますね。楽しみですね、本当に、うん、はい、じゃあワクワクして、あ、そうだ、ちょっとごめんなさい、そしてお誕生日の方がいたんだ。3月19日お誕生日です、祭りの前夜祭やと勝手に盛り上がっています、お言葉をいただけたら嬉しいという気持ちと、ややこしい日にごめんなさいという気持ちがあったのですが、やっぱりにじこさんにお祝いしてもらいたくてレター送ってしまいましたということで、いえいえ全然いいんですよ、何をおっしゃるうさぎさんね。え、この春から息子は大学生、娘は高校生、夫が9年ぶりに単身赴任から帰ってきます、空気がガラッと変わりそうですということで、変わりますよね、もうゴロッと変わりますよ、楽しみですね、うん、ゴスペルさん3月19日お誕生日おめでとうございます。もういろいろなんかゴロンと変わりそうで、もう楽しみな1年が始まりましたね、もうワクワクですね、もうね、ワク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 いたらね、もうそのワクワクが増幅して1年後はもうワクワクの100倍ですから
なんだろう、言ってて私もよくわかんないけど、まあ、とにかく最高な1年ということですよ。うん、ね、おめでとうございますということでね、皆さん今日もスペシャルな1日をお送りください。ではまたねー。